はい、おはようございます。カンパパです。今ね、僕は日光の千条ヶ原にいます。はい、ということでございまして、今日は千条ヶ原を歩いて伊織滝まで行きたいと思います。はい、ではね、ここは見た通り赤沼の駐車場です。千条ヶ原に向かってる方の車がね、結構止まってますね。でね、ここをずっと入っていくと、まあ日光に来てる方はおなじみの赤沼からですね、千条ヶ原通って小田城に行く遊歩道です。はい、夏はねこんな感じなんですけど、まあだいたいそうですね、積雪30センチから40センチぐらいですかね。はい、今ね見ていただいた通り、今日は登山靴プラスアイゼンとかじゃないんですよ。いわゆるゴム長で、しかも鋲がついてるやつ、スパイクゴム長っていうのかな、スパイクブーツっていうのかな、これホームセンでね3キュッパぐらいで買ってきましたね。今日僕らが行くのはこちらですね、小田城ヶ原方面 2.1 キロと書いてあります。こっちに向かってきます。はい、おなじみね、湯川赤沼橋です。いやー静かだな。はい、これは湯川です。湯の湖から注いでずーっと来まして、まあ、この先ねずーっとなだれていくと、竜頭の滝に落ちてね、そこから中禅寺湖に合流します。道がこれ踏まれてて、ドスーンってこう沈むことがないと思うんで、ただね、ちょっとこう、トレース外すと沈んじゃいますけどね。今のところ、このスパイク長靴、めっちゃくちゃよく効いてます。またアイゼンやチェーンアイゼンのように、まあ、やっぱ違和感があれってあるじゃないですか。だけどこのスパイク長靴は、もうほんと長靴の延長なんで、普通の靴履いてるのと同じような感覚で、これ雪原歩けますんで、まあ、あくまでも今のところだけですけど、まあ、おすすめはおすすめですね。はーい、小田城ヶ原がね見えてきました。ちょっと GoPro では映んないと思うんだけど、この先に貴婦人が映ってます。オッケーオッケーオッケー。はい、シカネットをくぐって、はい、すぐねこれシャドウ出ます。まあ、シャドウって言っても、ここ、抵抗外バスがね、ぐーっと走って、弓張峠で折り返して、千条ヶ浜ね、向かうバスなんですけど、もちろん、今の時期は、まあ、ほとんど保守管理用の車しか走ってませんね。はぁ。
いやー青いね空。はい、貴婦人ですけど見えますかね GoPro で。はい、こっちはご婦人です。はい、こっちからね男体山ファミリーが映ってますね。あのね、女峰山は向こう側だから見えないかもしれないけど、はい、それではね、小田城のバス停を出て弓張峠に向かいます。僕ね、まあ、毎年ではないんですけど、まあ、よく正月はこの日光戦場ヶ原を歩くんですけど、はっきり言うとほとんど吹雪なんですよね。でこんなね晴れ間が出たってはっきり言うともう本当ね記憶ないですね。素晴らしい。こう弓槍峠の、まあ、ヘアピンって呼ばれてるとこですけど、ここから入ってきます。まあ、結構踏み跡ありますね。はい、じゃあ行ってみましょうか。おお、大丈夫？ああ、向こうからね、これ、かわいい足跡が、横切ってね。ほら、トコ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 って言ってますね。キツネかな、これ。なんだろう。あれ、正面の山さ、面白い形してんな。あの、日本昔話の背景みたいな山だよ。あんだね、あれのね。ほら。さあ、GoPro で拡大できるかな。伊織滝がね、だんだん見えてきました。結構凍ってるね。上の方は流れてるわ、水。あー、来たね。もう。いやー、すごいね。いやね、よりだけ良かった。すごく良かったね。去年のね、雲竜瀑っていうね、これ雲竜渓谷の奥深くある雲竜瀑、去年の2月に行ったんですけど、あそこに比べれば
まあ、スケールとか高さ幅そういったものはだいぶ小ぶりは小ぶりなんですが、いやそれでもねまとまってていいね、本当にすごくねいい氷瀑でした。じゃあ飯でも食おう。では夜だき、また来年。はい、チゲ鍋うどん。これすごいじゃん、餃子とかさ、ね、キムチとかさ。そうか、これ食う前からうまいの確定してるよ ね。基本はカブママが作ってくれた鍋なんだけど、まあ、それがちょっと間に合わないときはセブンイレブンの鍋とか、あとファミマが多かったんですよ。でセブンとファミマはね、まあ、ほとんど食べちゃったんだけど、今日初めてねローソンで鍋を買ってみました。で2種類買ったんですけど、そのうちの1つがこれが、チゲ鍋うどん入り、それとこれがね、はい、コクうま仕立てちゃんぽん。あーこれもう溶けてきたね、これうまそうだ、匂いがね半端じゃないよこれ、すごいよ、神だよ。今日のごちそうはこれカブママが担当するらしいです。さっき決めちゃった、さっき宣言があったんで、まあ俺は後で汁ちょっともらえばいいんだけど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、できたみたいですね。いやどうもさあ次は俺の、はい、僕のはね、ちゃんぽんです。おー、いただきます。どうぞ。はい、はい、おいしい、おいしい。ホアサマ山で食べたちゃんぽんはあれ確かファミマだったよね、ファミマだよね。でファミマのちゃんぽんと比べてこローソンのちゃんぽんは、まあ、どっちかっていうと、一人前サイズだね。ファミマのやつはもう 1.5 人前ぐらいだったんで、あの具とかあと麺もね、まあ、だいぶ見た目もものすごくがっつり入ってたんですけど、これは1人前にちょうどいいサイズだと思います。はい、だいぶね溶けてきました。あの香りもねこれは濃厚だね、今までのちゃんぽんの中で一番香りが濃厚ですね。 OKOK、 はい、おー、はい、できました。よし、いただきます。まあスープも美味しいけど、まあスープはねどのコンビ、はい、どうも。さっきおでん食べてる人が出てきて、あ、本当に。ガスコンロ持ってきて、はい、うん、おでんもいいですね。どうも、気をつけて、気をつけて。スープはあのコンビニ3社ともどれもね高圧つけがたい、みんな美味しい。ただローソンはこう麺が一番いいね、麺が一番うまいのローソンだね。縦品山頂ヒットだっけ、
あそこで食ったちゃんぽんもめちゃくちゃ美味しかったけど。美味しかった。あれも一緒に食べても美味しい。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。美味しかった。美味しかったね。美味しかった。あのね、別にローソンにお金もらってるわけじゃないんだけど、いや、ローソンの鍋ね、あるんですよ。冷凍のもつ煮のやつがあるんですけど、あれすごい好きでね、うちは定番なんですけど、いやー、冷凍鍋、チゲのうどん入り、そしてちゃんぽん、美味しかったね。今んとこね、チゲのうどんね、まあ多分ランキング1位だと思いますよ。うん。まあちょっとね、次もね、美味しい鍋を皆さんにご紹介できればと思います。さあ行きましょう。いやー、今日はね、まあ多分赤沼に戻るまで、まあ天気はね、まあいいままだと思いますよ。変わんないと思う。うん、いい日になった。あったかいし。それとね、これ、スパイク長靴。まあ、踏まれたね、ちょっとこう、上り坂あたりだと、まあ、完璧ですね。本当に。まあ、最強って言い方はおかしいけど、まあ、この、ある程度の条件下だったら最強でしょうね。素晴らしいです、これ。いつもね、僕らね、まあ、撮影しながらっていうのもあるんだけど、まあ、すごい鈍足なんですよ。ところがね、今日はこのスパイク中靴のおかげで、スノーシューの方たちをね、いわゆるごぼう抜きですよ。ボッコンボッコン抜いてってね。で、みんなにね、それ何ですかって言うから、いや、ジョイホンで売ってたスパイク中靴ですって言うと、俺も買い行くわ、みたいなね。まあ、ですけどね、これね、こういうよく知った戦場ヶ原で、でしかもね、そんなにアップダウンがないところで履いてるからいいけど、これで雪山登山とか絶対無理ですからね、マジで。そこがね、やっこいですよ。で、岩場とかじゃ絶対これまずいんで、雪山登山はダメです。今ね、弓張峠の、寄り滝、入り口、まあ入り口ってのはないんだけど、ここまで戻ってきました。久しぶりに見る車道です。下りはね、30分ぐらいで戻ってきちゃったね。こじんまりとした、氷瀑だけど、よかったね。ああ、よかった。またね、シリーズ化しちゃいましたけど、今日の鍋はね、ローソンの、ね、チゲ鍋だっけ。うどん入り。うどん入りね。うん、あとちゃんぽんね。うん、ローソン、恐るべしと。ああ、すごかったね。ああ、まあコンビニ3社みんな美味しいけどね、正直言って。まあそんなことでございました。はい、というわけで、今回もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。